大倉京局、大倉局は、戦国時代から江戸時代初期にかけての女性。単語国の地侍、王の定長の妻。子に、春長、春房、春種、春住、王の定長の妻で、淀殿の乳母を務めた。慶長三年の豊臣秀吉死後、正室である高大院とその次女の郝蔵すが、大阪城から去ると、豊臣屋中で牽制を振るったが同年に、 大阪城へ入った家康によりこの春長と共に大阪から追放される。その後、許されて大阪へ戻ると、再び牽制を振るうようになる。慶長19年に起こった方向寺証明事件では、駿府の大御所、徳川家康の元へ死者として派遣される。その際に、家康は彼女には面会し、従前から交渉に当たっていた片桐勝元とは面会せず、 その後に、本田正巳と、昆院数伝を介して、両者に、徳川家に、秀頼に対する閣議がないことを示すように命じている。この時、勝、元が提案した三案、秀頼の寸府と江戸への参勤、ヨド殿を江戸詰めとする、秀頼が、大阪城を出て他国に移るに、秀頼、ヨド殿は怒り勝、元を中殺しようとしたので、勝元は、 大阪城から退去し、一部の武将も、豊臣家を見限り同じく退去した。なお、大倉京局は、大阪に戻る途中に、勝本から、この三案を聞き、先に戻りこれを、秀より、ヨ伝に残言したとされるが、当時の資料には、大阪帰還後の彼女が何かしらの役割を果たしたと、する記述はない。慶長20年、大阪の陣で敗れ自害した。 秀頼や淀殿に順じて、この春永と共に自害した。皆名は、友勝院、桂宗春大前上に。ありがとうございます。